0.05% 次亜塩素酸ナトリウム液の作り方を説明します。部屋は換気した状態で行いましょう。台所用漂白剤をキャップに1杯入れます。1リットルの水の入ったペットボトルの中に入れます。蓋をしてよく混ぜます。これで 0.05% 次亜塩素酸ナトリウム液の完成です。新型コロナウイルスは人から人へ感染しますが、実はもう少し丁寧に言えば人から物へ、そして物から人へ、これが感染のほとんどのルートになります。日常のこまめな作業が感染拡大を防ぐのに大きな効果があります。次の4点についてお願いします。まず最初に、正しくマスクをつけましょう。鼻から口をしっかり覆います。このようにつけてください。マスクをつけましたら、次に換気をしましょう。換気をしました。次に手で触れる共有部分を消毒しましょう。手袋をします。手袋をしたら、0.05% の次亜塩素酸ナトリウム液、雑巾に染み込ませます。そして机、手のよく触れる部分を拭きます。このようにして丁寧に拭いてください。雑巾の使った面を裏返して使います。丁寧に拭き取ります。ドアのノブもよく触れる部分ですから、丁寧に拭き取りましょう。このように丁寧に拭き取ってください。作業後は手をしっかりと洗います。ご家庭や職場で消毒・清掃を行い、新型コロナウイルスの脅威から逃れましょう。よろしくお願いいたします。